はいどうも、翔太のゴルフです。今回の動画はスカイウェイカントリークラブで僕とカンとカンのお知り合いの方2人とエンジョイゴルフをやってきました。まあ今回は賞金企画とは違ってカジュアルな感じで回ってきました。でこの日はですね、結構雨が降ったり止んだり激しかったので、まあ、前半はちょっと取れなかったんですけども、後半はなんとか、まあ途中雨に降られた時はカメラ防水じゃないので、撮れてないところがありますけども、ぜひご覧ください。超チーピンすることは1番ホール。超チーピン。左？なんか最終ホールに戻ったね。ああ、畜生。林入ったからイーグル狙うか。あ、出ました。巷の有名人。ねえ、彼は俺が唯一ゴルファーとして認めたゴルファーなんだよ。いいね、完璧。ちょっとかすれた音したけど、まあ問題ないね。まあ一つだけ言えることは、俺よりよっぽどマシなラインに飛んだことそして巷で話題の大木慎一郎選手、よろしくメカドック。何ドック？よろしくメカドック。ああなるほどね。まあこういう発言を繰り返して1年、現在登録者数25人。この25人で生きていけてるのがすごい、ね、素晴らしい。俺と同じ方向。25円。うん。収益は？収益はどうだろう、3000万ぐらいじゃんかな。うん、まあね、すごいよね。そりゃシャツベンツになっちゃうよね。1日5000球打ってっからさ。なるほど、ベンツって感じだね。うそー、そして、まあ、巷で話題の宮本ゆかり選手、彼女の最大の特徴だよね。とにかく速い。そう、全てが速い、はい、セカンドショットだね、これはね。フライヤーで、フライヤーを計算して9番アイアン。全然見えない、曇ってきた。どこ行った？あ、ちょっと嫌けど、まあまあ。俺もフライヤー計算して9番。フライヤーしなくてもいいんじゃない？フライヤーしなそうじゃない、これ。あ、ドロー。全然でかかったね。50度ぐらいでよかったわ。かなりフォロってんだね。うん、翔太のイーグルトライ、入ればイーグルだよ。ああ、イーグルパット、これ入ったね。入った、ソーイージー、ソーイージー。ナイスバーディー、バーディーパット。惜しい。オッケー、帰るかな。はい、ナイス。はい、俺別どこ行ったっけ。あー、サンキュー。翔太バーディー後のティーショット、あれ今日初バーディー。ああ、初バーディー、おめでとう。ありがとう。このね、バーディーを取ってからのね、翔太が強いんだよ。いいね、曲がる気がしないね。あ、ダメだ、まっすぐ行っちゃった。あ、大丈夫大丈夫、出てきた出てきたっていうか、あれ狙えるまである。ああ、ナイスショー、ナイスショー。
ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、ね、ザ・レッドフェイスだから。また降ってきた、ザ・レッドフェイス、また雨降ってきたよ。おいおいおい、俺が降ったらやむんじゃない。来た、ナイスショーだな。ナイスドロー、サンキュー。ねー、バイバイバイ。雨強い。ボール引いたから俺から行くわ。うん、どうぞ。左？ナイソンか？ナイソン。あ、ナイソン。ありがとう。はい。若干見たけどいい感じ、弱い、やっぱ上げてんだ。分かんね、やっぱ上げてんだよ。うん、ナイス。アプローチショット、2打目。早い、早っ、早っ、早っ。いい、パターでいくわ。これパターでしょ。絶対パターじゃない。余裕だわ、パターいったぐらい。あ、行き過ぎた、パンチ落ちた。いや、うまい。でもちょっと俺先に乾いたら醸し出して、いいよ。あ、臭い。かわいい、かわいい。エロ、エロい入り方。どっからでも入れたがる。どっからでも入れたがる。やっぱこういう長さ入れてくる人ってエロいよね。エロい、非常にエロい。いいね、こんなエロい男3人に囲まれて。今シャキンってエロいじゃん。ここ広いね。行ってみれば分かるけど広くない。あ、そうなの。右、全然見えない。ど右。あ、マジっすか。あ、どうぞ。私の願いはフェアウェイキープ。フェアウェイキープが願い。え、完璧、完璧、素晴らしい。ティー忘れた、右のポケット。今日なんかティー忘れるケース多いね。一回もね、もうさ、そのティーさあげる。ボールなくなんないけど、ティーなくなすよ。なくなすってなんだ。ナイス、いいね。なんでみんなまっすぐ行くんだよ、俺あんなにはっちゃけてんのに。俺行ったらこの辺だよ。ねえ、あっちの方だった。腹立つわ。マイホール隣。隣の隣の隣だよ、本当に。ナイス。ああ、翔太、これナイスドライブだね。これは一番狭いところに打ってきたね。狭いね。やっぱこの飛んで曲がらないっていうのがね、ゴルファーにとっては最大の武器だよね。どう？いい感じ？弱いな。なんかフライヤーしなかったね、今ね。
100ヤードも隣からよく持ってきたよね、これ。ね、やばい。惜しい。ナイス、ナイスパー、ナイスパー。すげえ右行ったね。なんか右に打つのが流行なのかな。うまいよこれ。さあ翔太のバーディートライ。来たんじゃない。惜しい。惜しいね。フォーパー。フォーパー。入ればパー。てかあんないいセカンドの位置からなんであんなとこ行ったんだ。なんかね、シンさんは上手いのか下手なのかよくわかんない。よく言われるよ、うん、部分的に見るとすごい上手いけどね、うん、スイングとか見てても、うん、上手いのか下手なのかわかんない。結果だよね、結果今こういうことですよ。プロレスだけ見ればうまいんだけど、結果を見ると非常に非常に、ね、非常にね、地味というか。めっちゃ分かりやすかった今。何なんだこの曲がり。結構狭いね。狭い。プレッシャーかかるボール。ナイス。ナイス。いいね。ナイス。うわ、うま。シンゴどうしたら曲がんないの？え？ドライバーうまいっすよね。テクボック上げない。テクボック上げない。もう水平のとこまで行ったら止める。じゃあ逆に上げてみる。いいね。いや、よくないね。いいね、カン君らしいよ。いい音したわ。カン。カンだけ。いや、見せ場とかね。隣からのリカバリーしかない。確かに。スピーかかってないよ。翔太これは飛んでるね。なんかなんすか。翔太これは残り80ヤード。90ヤード。まあどっちみちいいとこ、飛んで曲がらないショット。いいね、素晴らしいね。なんて言った？なんて言った？あ、そうだよ、パターだよ。パターしかないっすよ。バンカーパターで出す方法、才能。じゃあこれによって才能あるんじゃないけど。そう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 。分かりやすいの。分かりやすいでしょ、うん、だからその人がチャレンジ精神のある人間かどうかを見極める言葉があるんだよ。あなたパターで何ヤード飛びますかって聞けばいいんだよ。何笑ってんの。完璧だよほら。ナイス。なパターだろ。パターだ。うまっ。おしい。ショーターこれバーディーパットだね。これは決めてほしい。いや決まる。決まった。ナイスバーディー。いいね、後半入って2バーディーだね。シンさん、いやマジ痺れたわ。痺れた。あとこれパター。それパター。オッケー。
プロゴルファー猿の逆だろ。うん。うん。まあ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 。ダブルパーダブルパーだよ、ダブルパー。しっかりボギー。あんなとこ OB 作ってるのがいけない。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっと右だな。